乗るか。俺の船によ。マリンフォードに襲来した白ひげ海賊団にインペルダウンを出したルフィたちも加わり、海軍、オーカ支部会との全面戦争が続いていた。白ひげと共にエース奪還を目指すルフィは、度重なる激戦で体力の限界に達していたが、イワンコフの応急処置によって持ち直し、決死の覚悟で進み続ける。一方、処刑台の上には戦争の様子を一人見下ろすエースの姿があった。自分のために命がけで戦う親父、弟、そして多くの仲間たち。エースの目から自然と涙がこぼれ落ちる。しかし処刑の時は刻一刻と迫っていた。エースー、必ず助けるぞ。待ってろよエースー。諦めんじゃねえぞ。そう、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。そったれ。夜と死なみは超えられんか、白ひげ。少しは更生して出てきたかと思えば。だったら出てきやしねえよ。殺されてえのか。口の悪いやつだ。どうだ、俺と手を組まねえか。手を組む？俺たちを同格に見んのはやめてもらおうか。手下にしてくれの間違いだろ。消えろ、フラミンゴ野郎。クロコダイル、貴様、白ひげに救援あるお前は我らに都合よしと思っていたが、よもや貴様まで処刑の邪魔をするとは。あんな瀕死のジジイ後で消すさ。その前にお前らの喜ぶ顔が見たくねえんだよ。お前らの思い通りにさせてたまるかよ。
なぎ倒すんじゃ。前後から挟み撃って追い込め。海軍の好きにはさせねえよい。奴らを食い止めろ。降りたきゃわしを殺していき、ガキども。じいちゃん、よあなたれども、その意気だ。俺を止めてみやがれ。わけにいくか、ルフィ。わしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくば、わしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよ、じいちゃん。どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なさ。貴様も人の親だ、ガープ。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩れる。起きるか。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。
俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。おっと、気抜くな、ルフィ。麦わらボーイ、エースボーイ、こっちはバタ足に任せて、早く行きな。かなったれが。奴らを逃がしてはならんぞ。ここにいてやる義理もねえだ。ラジ、撤収するぞ。エースが解放されりゃ、あとは海軍を食い止めるだけだ。オーナマン！エース！オーナマン！貴様らの死体は俺がいただきて。オーナマン！ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所に用はねえ。今から伝えるのは最後の戦場命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。最後って、ちょっと待てよ親父、縁起でもねえ。そんなもん聞きたくねえよ。一緒に新世界へ帰るんだろ。親父、おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。俺は時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。おやじ、おっと、そんなに死んでか。簡単には逃がさねえ。あいつを倒さねえと逃げられねえ。あなたれが。ゴゴゴゴ！キャノン！応戦！氷塊か。俺の能力で溶かしてやるよ。海軍に邪魔はさせねえよ。いくそ生意気な。
何してるか。本気で逃げられると思うじゃないか。めでたいの。もうダメ。無事を祈ってくるわよ。ゴムゴムのキャノン応戦。エース行こう。おっさんの覚悟が分かってる。無駄にはしねえ。一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。グララ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 ラして即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。敗北者、取り消せよ今の言葉。お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。ゴロツキどもに慕われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ。しまいにゃ口車に乗った息子という名のバカに刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。この血は抜かせやせん。
まったれが。ゴゴゴのキャノン応戦。そんなに死んでか。敗北者として死ぬ。御御山の大将にはあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうか、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ！世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう覚えも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな
そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。あ